自然療法チャンネル、ブナの森です。えー、今日は、100km ローラー台、飽きずに乗れるかということで雑談していきたいと思います。昨日も同じものを収録したんですが、えー、マイクが、えー、今日はですね、いつも使ってるソニーのマイクじゃなくて、iPhone についてるイヤホンを使っての収録になってるんですが、 そのマイクの設定をちょっと失敗して選択ミスで録音されてませんでした昨日動画を再生していただいた方には非常に申し訳ありませんでした今日撮り直して、えー、撮り直します明日あのローラー台100キロ挑戦したいと思いますで最近ちょっとモチベーションがずっと落ちてたんですね去年の5月にロードバイクを買ってそれから100キロ それから150、160キロの山岳ですね。獲得標高3500。それから230キロ。この230キロっていうのは東京、えー、オリンピックのロードバイクのコースが230キロちょっとですかね。になってたんで、それぐらいの距離ってどんなもんなんだろうなと思ってあの挑戦してみました。まあ獲得標高とかは多分違うと思うんですけど、平坦地値230キロっていうのを。 えやってみて、えー、次何しようかなっていうことでもう冬に入ってしまってモチベーションが落ちてましたでもうようやくあの春になってきて、まあ、今日は3月5日ですねであのー、ローラー台はあのー、冬の間も少し乗ってたんですけど、あのー、ちょっとまあこの春にもなってきたんで またた挑戦しいいなということであの外で1 0 0キロ走るっていうのは多分あの余裕でできると思うんですけどあのローラー台の上で1 0 0キロっていうのはなかなか難しいので、まあ、ちょっとそれに挑戦してみようかなっていうところです。アマゾンプライムビデオを見ながら、まあ、映画を見ながらあとは ZWIFT にはつないで、えー やっていきたいと思います。で、最近、あの、ネットで、あの、まあ、構成されてますロードバイクのチームに入れていただいて、あの、芝刈り貴族クラブさんっていうところなんですけど、えそのお仲間に入れていただいて、え、ZWIFT を ストラバの方と共有させてストラバに z i i t でやったあの、えー、やつをそのストラバで表示させるということででそこであのクラブの方たちに「いいねをいただい」をいただいてるといいますか「あのいいね」をいただくっていうのがすごくモチベーションになっててあの、まあ、そういうのもあって、まあ、ローラー台で100キロっていう距離をちょっとやってみたいなっていうふうに まああの100キロぐらいロー,ローラー台で漕いでる人なんてたくさんいると思うんでそういう人からしてみたらまあ大したことないっていうあの感じだと思うんですけど、まあ、どれぐらいのものかまあ私は多分一番の敵は飽きが来ることだと思うんですね飽きずにどれだけその乗ってられるかということですねまあゆっくり漕ぐんで5時間ぐらい かかるだろうと思います、まあ、その間エネルギー補給だとか水分補給しながらあのぼちぼちやりたいと思います、まあ、初めてなんであのとにかくゆっくりあの無理せずやりたいと思いますまあ,あのもし他にそのローラー台1 0 0やったことあるとかいう方いましたらあのぜひコメントいただけると助かりますえー、嬉しいです じゃあ明日頑張りますんでよろしくお願いします。またあのローラー台終わったら動画アップしますんでぜひ広告期待ということでよろしくお願いします。